ちょっと好きな牛丼屋ランキング大会やりません？おお、いいよ。大会好きな牛丼屋ランキング。イエーイ。3位から教えてください。釈迦に3位なんですか？いや、平らかもしれん。いやね、全部平らかもしれん。あれそれ一番伸びてるやっべ、どうしよう。一番伸びてる吉野家かな。あー、なるほど。はいはいはい、吉野家。で、ポコちゃんは？俺3位好きやっすね。あー、マジで。じゃあ2位よ。あれあれ、ホイ君は？僕はスキヤです。 あ、スキヤなんだ。スキヤですね。なのにスキヤが朝3軒出てくんの？えぐいなぁ。マジでやばい。じゃあ2位教えてもらってもよろしいですか？2位松屋かな。あ、2位松屋なんだ。俺2位吉野家っすね。はい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 。自分も2位は吉野家です。うわー、一緒じゃんそこ。やば、結婚だだな、これ。やっぱ1位松屋っすね。1位ちょっと松屋っすかね。いや、俺そこで俺好きやって言おうと思ったんだけどさ。はいはいはい、中尾って牛丼屋？あ、いや、中尾はちょっと。普通丼っすかね。今回は うどん屋だと思ってます。うどんうまいよね。うどんうまいよね。うどんマジうまい。マジは。ガチやばい。なんだっけ、なんか、マスカラうどんみたいなやつ。名前わかんないけど、ハイカラか。マスカラうどんやばい。いや、なんか、中尾は、冬限定で、あの鶏塩うどんっていうのが出るんですけど、へえ、普通にゴリゴリのしゃぶ、マジでやばい。やば、マジでうまい。食ってみたい。何、冬？多分冬だったと思います。もうすぐだな。鶏塩うどんマジでやばいっすよ。ガチでもっと食った方がいい。次行こう。食べたいな。うわ、強っ。普通に数あるうどん屋の中でも全然上に入るぐらいうまい。へえ、ガチでおすすめ。もう本当にやばいっすよ。あ、エムクやっぱ強いな。強い。すげえな、今日。あ、そこ、長谷新さんいいじゃん。長谷新さん見よう。ちなみに、松屋好きなのはなんで松屋好きなの？いや、なんか松屋の旨辛ネギ玉牛飯が、もう、普通にやばすぎて、あれ。聞いたことない、やばい。俺松屋にわかかもしれない。エアプ？全然にわか来たかもしれない。エアプいるもしかして。そういう意味での米出た。確かに出たな。あー、来たらうまいな。そういうマジで。俺が言ったことになんねえか。じゃあ、その、あの、なんとかネギ玉牛飯に、なんか最初から温玉乗ってるんですけど、もう一個温玉をトッピングすることにより、おお、なんか贅沢な卵かけご飯みたいになるんですよ。かなり通な食い方してるな。それがマジでうまくて一食って。やばいな、それ。ギアさんだ、強っ。あ、ギアさんだ。あーあー、惜しい。いや、あの、なんか吉野家はそもそも3位だったんですけど、あの牛丼ではっちゃけてるイメージなくて。ないね、王道って感じだね。回らない寿司屋みたいな。はい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 、わかるわかる。全然俺らはもうシンプル一本だけのイメージがあって、あんま食ってなかったんですよ、そもそも。なるほどね。俺もそうだな。この前、はい、でその前見たら、なんかネギ塩カルビ丼見たの、うん、結構遊んでるやんネギ塩カルビ遊んでる。遊んでるし。遊んでるか。で、めっちゃ美味しかったですね。でも、うまいんだな。うまかったです。俺、松屋好きって言ってる人、大体カレーが好きなイメージなんだよな。うまいっすね。俺、マジあんま食わないっすね、カレー。あれ、今、わかる人もいたね。俺、カレー、うまいっす。あ、カレー派、ほら、カレー派来たわ。カレー派、あれ、単品で頼めるじゃないですか。あ、そうなんだ。俺頼んだことない。普通に食べるの、なんか飲むカレー好きっす。あ、わかる。俺はどうせたまにやるな。いや、なんか夏出るチキンゴロゴロチキンカレーみたいなのがマジでうまい。俺カレーはマジで遊ばないんだよな。あ、そうなんすね。あ